車の疑問に答えるか、といえば、グーネット買い取りチャンネル。今回は自動車保険は車の所有者と契約者が違う場合でも契約できるのか、保険の名義について解説していきます。車の所有者が親や配偶者の場合。所有者が自分の配偶者もしくは親族などの身内であれば、自動車保険は自分名義にしても加入できます。車の所有者が友人や知人の場合。 所有者が知人や友人、すなわち身内ではない場合は、自分名義で自動車保険に加入できない恐れがあります。自動車保険の名義について、契約者、自動車保険の契約者とは、その名の通り、実際に保険会社と自動車保険の契約を交わした当事者のことです。記名被保険者、自動車保険の記名被保険者とは、主に契約した車両を運転する人のことです。車両所有者、自動車保険の車両所有者とは、 車のオーナーのことで、車検証の所有者に記載されている人になります。記名被保険者について、自動車保険の名義の中でも最も重要なのは、記名被保険者です。その理由は、記名被保険者の年齢や免許証の色などで保険料が決められるからです。記名被保険者を変更するにあたって、それまで保有している等級を引き継ぐことも可能です。記名被保険者の名義変更手続きの方法は、ケースバイケースで、 車両も自動車保険も全て一括で身内に譲渡するのであれば、手続きは簡単です。自動車保険の名義変更手続きについて、車の名義変更を行ったら、速やかに自動車保険の名義変更も行ってください。記名被保険者もしくは契約者が死亡した場合、引き続き保険に加入するのであれば、原則は法定相続人の中で引き継ぐ必要があります。 名義変更手続きは基本的に保険会社に連絡して行います。通販型の自動車保険の場合はネットで手続きを行います。名義変更する場合、親族であれば等級は引き継げます。ただし、引き継ぎ対象は同居の親族なので注意しましょう。自動車保険の記名被保険者の決め方。記名被保険者には年齢が高い人、もしくはゴールド免許を持っている人を保険者にするのがおすすめです。 記名被保険者と契約者が違っていても自動車保険には加入できます。そのため契約者でなくても記名被保険者は最もハンドルを握る機会のある人にしましょう。記名被保険者が実態と異なる場合、告知義務違反に該当します。告知義務違反と判断されると事故を起こしても保険金が支払われない恐れがあります。最後にまとめです。 記名被保険者の年齢と免許証で料金が変わる。記名被保険者は主に車を運転する人がなる。記名被保険者が実態と異なる場合、告知義務違反になり、保険金が受け取れない場合がある。これらの仕組みを理解し、手続きを行いましょう。あなたの愛車を高く売るなら、グーネット買取へ。詳しくは概要欄の URL をチェック。